毎度、徹子です。韓国の現代自動車プレミアムブランドのジェネシス GV80 は、今年1月に発売してから、とんでもない欠陥自動車ということがバレて、7回のリコールを実施しています。しかし、問題が収束することなく、未だに次から次に新しい欠陥が見つかっているみたいです。ニュースの詳細。現代自動車のジェネシス GV80 が走行中にエンジンが切れる事故が、この3ヶ月間で少なくとも4件発生した。これに先立ち、関連リコール、是正措置が行われたにもかかわらず、同じ類型の事故が繰り返されたのだ。現代車は、追加リコールなどの措置を検討している。28日に取材したところ、今年9月のリコール以降、現代時に受け付けられた GV80 の走行中エンジンが止まったという事例は計4件。いずれもリコール対象車だ。その一例として、今月7日午前6時頃、第2高速道路を走っていた GV80 のエンジンが、北板橋の料金所付近で止まった。路肩に停車した。おかげで人命被害はなかった。当時、現代車側に寄せられた申告内容によると、ドライバーは高速道路を走っていたところ、突然エンジンが止まった。もう一度エンジンをかけてみてもかからないと説明している。GV80 は今年1月に発売されて以降、計7回のリコールを実施している。このうち、3件が走行中のエンジンが切れることに対する措置だった。9月には、高圧燃料ポンプ問題によるエンジン切れ現象を解決するために GV803.0 ディーゼルモデル8783台に対するリコールに着手していた。とのことです。あかん。現代車がプレミアム SUV として打ち出しているジェネシス GV80 は車体価格だけでも8000万ウォンを超えています。大金を投じて購入した高級車から何度も不具合が起きるって最悪ですね。何度リコールしても新たな問題が発生する。もう販売をやめた方がいいんじゃないかなって思います。何度もリコールを繰り返すということは、いずれ大きな事故が起きてしまう可能性が非常に高いです。今年1月に発売されて1年も経たないうちに7回もリコールするって意味がわかりません。エンジンが止まったという4件の事例は、すべてディーゼルモデルです。現代車の説明では、製造工程の過程で高圧燃料ポンプに発生した傷によって内部に異物が発生し、これによって燃料が供給されずエンジンが切れている可能性が確認されたとのことです。 GV80 には現代車グループで初めて直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載しています。このディーゼルエンジンは欠陥品だったらしく、エンジンが激しく振動する現象が発生していて通報が殺到しています。現代車は追加リコール措置を検討しているんだけど、何度やっても同じことです。また、新しい問題が起きるんじゃないかなって思います。ち、な、み、に。エンジンの問題以外にも、電気が飛ぶような音が繰り返されて、消費者の不満が高まっています。どうやら、問題目走行している車から、急に、カチッ、バチッという電気が飛ぶような音が聞こえるみたいです。現代車側の説明では、作業不良か、部品結合不良のために現れた現象だと推定されるということらしいです。このような問題から、ユーザーが、現代車に車両交換を要求すると、自動車管理法に従ってくださいと言われて放置されるみたいです。自動車管理法の適用を受けるためには、同じ不具合が繰り返されることを、消費者が直接立証する必要があります。要するに、車両購入後のサービスはなく、購入後発生した問題に関しては、消費者が全ての責任を負わないといけないということです。実際、この法律が昨年施行されてから11月までに、同法を通じて、交換や払い戻しが行われた事例は、わずか38件だけです。こちらが韓国の反応です。私は、他の車のエンジンが止まったことがあるので、あのトラウマが思ったよりずっと続いている。信号待ち中、エンジンや振動がいつもと少し違っているだけで、もしかしたらと緊張してしまう。車は派手な外観やオプションよりも安全を最優先しなければなりません。どんなにオプションや外見が良くても、走行中にエンジンが切れたり、ミッションスリップしたり、ブレーキがちゃんと効かないと、それは車ではなく鉄の塊に過ぎないのです。4件は韓国だからですか？アメリカで、
このような事故が一件でも起こったら、現代自動車は倒産してしまう。この高級車を買った人たちは、みんな、大きな決心をして買ったはずなのに。やっぱり車は日本なのか。車の基本はエンジンミッションだ。基本もできない会社が、外見だけで、ベンツや BMW に追いつこうと、たわごとを言っている。日本不買をしようとしたけど、車を調べれば調べるほど、ジェネシスよりは、レクサスだ。完全に超えられない壁がある。低品質、燃費など現代自動車は、レクサスの足元にも及ばない。現代自動車の品質は最悪なので、もう少しお金を上乗せして、輸入車を買いましょう。誰一人として現在、キアを称賛する人がいない。多くの消費者に憎まれているようだ。GV80 を購入しようか悩んでるんだけど、諦めないといけないようだ。スマホを見ながら作業している時点で、不良を予見することができる。ジェネシスが、BMW やベンツ、アウディと競争するなんてありえません。エンストしたら、すぐハンドルロックされそうで怖い。以前は、愛国心とコストパフォーマンスで現代車を購入していたが、今は、価格が上がって、コストパフォーマンスが悪い上に、品質は以前と同じレベルです。8000万ウォンもする車が高速道路でエンストするって恥ずかしいことです。同じお金で、BMW やボルボを買った方がいいんじゃないの？現代自動車は欠陥車だが、見た目だけ高級車のように見える。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。